こんにちは、カンサンニアの手見です。今日はセクシャリティとはズバリ言葉を使ったコミュニケーションである。言葉を使わない愛のコミュニケーションツールということで、もうちょっと何ヶ月前かに流行った初恋っていうネットフリックスのドラマがあって、めっちゃエロいなと思ったんですよ。いわゆるセクシャリティっていうのは言葉でエロいことを言うとかもまあ確かにあるんですけど、五感を使った遊びだと思うんですよ。じゃなかったら性器と性器の摩擦の話になりますから、面白くもなんともないんですよね。そのネットフリックスの初恋っていうのを見た時に、まあ一応その説明とかも最近ビデオに出てて、それを見た時になるほどって思ったのが、ブルースト効果っていうのがあって、あるその五感からの刺激を受けて、そして感情が蘇ってくるっていう話なんです。ブルースト効果っていうのは、そのマドレーヌを食べた時に幼い時のその記憶っていうのがブワーって蘇ってきたっていう話で、あれなんかラタトゥーユっていうアニメがあったんですよね。そのフランスの煮物みたいなのを食べた時にすごい有名なその料理批評家が心を打たれるみたいな話なんだけど、あれとまさにあのブルースト効果ってあれのことで、結局ね、言葉で愛してると言っても女は信じないというか、まあ大切なんだけど、言葉も違う、そのダサいじゃんそれって。だからさ、映画とかでもさ、愛してるんだとか言って、俺も愛してるよ、私も愛してるって終わるやん、そこで。じゃなくて、言葉を使わずにいかにその愛を伝えていくかっていうのが、まあ、あの映画の主題っていうか、まあ、その五感をどんどん使っていって、その音楽とかもやっぱ耳から入ってきて、その音楽を聴いた時になんかあの感じとか、そういう思い出しシーンみたいのがいっぱい出てくるんだよね。それってまさにセクシャリティもそうで、五感を使ったものだと思う。だから言葉でいくらエロい話をしても女性には嫌われるしさ、まあ、女性なんて特に目つぶって、だからさ、一つの五感をわざと通って目をつぶってセックスしたりとかするんだけど、それってさ、自分の感覚とかをもっと研ぎ澄ませたいと思う時にやること、ヨガの瞑想とか。だから女性が求めてるものってやっぱりそういうエモーショナルなものであって、皮膚と皮膚の重なり合いとか、その摩擦とか、まあ、逆に言えばオーガズムの量とかでもないと思うんだよ。だからこそ、セクシャリティの場合はその言葉を使わないコミュニケーションだからこそ、言葉で、言語化する必要があると思ってます。その言葉を使ってできないからこそ、お互いにすり合わせとかを言葉にしないとダメじゃん。見るっていうことだけではなく、その見ることからの刺激とかだけではなくて、まあ感じるっていう、体を感じるっていうのは、何かと何か、その性器と性器のこすりつけ合い以外の何かを求めている、女性は。それは匂いとかもさ、なんかセックスレス解消とかだと、そのリビドー香水とかがあってどうのこうのって言うんだけども、やっぱりそういう匂いとか、女性もすごい敏感で、あの人匂い嫌いだしって、男性も多分すごいあると思うんだよね。匂いとか、触覚でしょ、視覚でしょ、嗅覚でしょ、そして聞く音とか、あとまあ味とかもそうだよね。やっぱりオーラルってすごく今でもすごい、まあセクシャリティのテクニックの主流であるし、そういう意味でその五感がない限り、五感を研ぎ澄ませてない限り楽しむことができないものだと思うんだよね。で、五感を研ぎ澄ませて、で、五感っていうのはそのいろいろな経験をしていくうちに研ぎ澄ますものだし、それは刺激だけでもないんじゃないかと。ファンタジーじゃん。だからやっぱりそこには知的快楽というものがあるんではないかと。ネットフリックスのね、ドラマを見た時に、あ、なるほど、すごいエロいなっていうのは、そういうものがない限りは愛のロマンとかって語れないじゃん。すごいベタベタなロマンの話なのよ、記憶で。
記憶を失うから言葉を失うんだよね、結局。言語化できないんだよ、その時にあったことは。なんだけど、触った感じとか見た感じとかで、うわって気持ちが盛り上がっちゃったよね、女の子の方は。で、彼の方はもう覚えてるからっていう、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、だからそこでも、エロというのはそういうものなんでもないかと思って、面白いなと思いますね。見る、だからその、恋愛感度とか、セクシャリティを楽しむ感度を上げるって、エロい、その、ポルノを見ていくっていうことではないと思ってます。やっぱ女性はそうなんじゃないの？ということで、今日は、プルスト効果。プルスト効果を求めてるんだよね、その。五感から来る何かエモーショナルなものっていう。まず、それはすごいロマンだよ、やっぱり。まあ、そういうことをちょっとね、なんか初恋っていうのを見て、皆さんちょっと、思いをさせて。だからすごい、なんていうのかな、あれを見てみんな泣くし、あれを見て感情移入するっていうか、感情移入ができるドラマなのよ。っていうのは五感を、こう、ガッて湧き立たせる何かがあるね。で、それはセクシャリティにもあるんだよね。だから愛っていうものをセクシャリティで、五感をガッて持ち上げるたら、その愛っていうものがもっと深くなるっていうか、リアリティが増すっていうか、それは五感でしかできない。だから初音ミクには無理だから。そうなると AV に勝てる。だってその五感って、触覚だからさ、今ここでしか味わえないものだから、という。そして今ここでしか触覚味わえないんですよ。なので、テクニックと、それ以上にやっぱり五感よ、五感。五感を、いかにお互いでこう探っていけるかっていう、そう思うとさ、深いよね。ただ単にオーガズムとか、ただ単に射精とか、ただ単に擦っていくとか、そういうことではなくなるからね。おもちゃとか必要なくなるよ。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。もっともっと面白い話を頑張ってしていこうと思っているので。ということで、じゃあまたねー。